Yo, I'm a maniac って言ったらもうアメリカは大変なやばいな。玉のおかしいやばいやつっていう、キモみたいな。どうもこんにちは、キムです。どうもグです。ヤマです。メニアックってアメリカで言ったら、通報されるぞーいやー、いや、僕もちゃんと、もう次来てよ。よーっとはなりづらいじゃん、その。驚きが最初に来るわけ。よっしゃーみたいな。じゃない。そういうテンションだったね。マニアックって日本語で言葉あるじゃない。あれ英語でメニアックって発音なんだけど、それの意味は日本の解釈と全然違うから、気をつけなはれやっていう話。マジで日本では例えばマニアックっていうとこだわりが強いよねみたいな、なんならちょっとこう褒められてるというかね、詳しいというかね、それを集めてる人みたいな。いや、山ちゃんって本当マニアックだよね。いや、俺結構言われるよ、それで。いやね、マニアックなんだね、山ちゃんって。俺だいぶマニアックだと思ってるけど、そういうこと。それをね、I'm a maniac って言ったらもうアメリカは大変なやばいな。英語で、アメリカでマニアックって言うと、殺人鬼のような、頭のおかしい、やばいやつっていう、本当に危ない人みたいな感じの。恐れられるような人のことをメニアックっていうんだね。じゃあ合ってるんだ。合ってない。そうなんだ。そんぐらいやばい、もう本当にやばい人、本当にやばい人、シリアルキラーとか。シリアルキラーってわかる？あの連続殺人鬼。あ、シリアルの。コンフレークじゃない。連続殺人鬼のことをなんかメニアックって言ったりするね。頭おかしいじゃん、そのやるとね。両極的な。そうそう、両極的なんだよね。いいね、猟奇的。どういう意味、猟奇的な？ダメニアック。じゃあさ、3人で仮にアメリカ行ってさ、俺が山ちゃんのこと紹介したって誰かに、いや、もう山ちゃん本当マニアックでって言ったら、ってなっちゃう。いや、なっちゃうよ。大丈夫？そんな人近くにいて。それってさ、ケビンやっぱ違和感なかった、日本に来た時。まあ私はね、もともとあの上司。まあ私はね。いや、なんか出たね、おばちゃん。私はおかんと日本語で喋ってたからね、慣れたんだけど、だいぶ。その、日本語の言うマニアックと、英語で言うマニアックは、まあ、別物っていう認識だったの、もともと。別単語っていう。そう、別単語っていう認識で、こう、まあ、生活してたから、まあ、違和感ってなかったんだけど、ちゃんとやっぱこういうふうに言語を考えるようになって、まあ、一緒の言葉だよな。一緒の意味では絶対ないから、これはやばいってなったんだよね。そうなんだ。言っちゃいそうだよね、でも。だって日本人からしたらマニアックって日本語だと思ってないじゃん。やっぱり英語にはオリジナルがあると思ってるからさ、それと全然違うってのちょっと困るよね。そうだね。それってさ、マニアの時点でも意味が違うの？マニアもね、またちょっと別の意味で違ってきて、日本だとマニアックとマニアって違いある？いや、ほぼ同じというか、マニアベースでマニアックって言ってるイメージじゃない？詳しい、それが好きで集めてるとか、なんかすごいのめり込んでる人がマニアで、なんかその状態のことをマニアックっていうみたいな。なるほどね。英語で言うマニアは、またマニアックとはちょっと違ってて、カオス状態みたいな。例えばじゃあ、ワータービルーンマニアみたいな言ったら、ワータービルーンって知ってる？水風船。水風船マニアって言ったら、水風船を投げ合うなんかフェスみたいな。水風船がそこら中に入り乱れてカオス状態になってるっていう、この状態のことをマニアっていうのね。なるほど。だからその何々マニア、何々がもう入り乱れててカオス状態になってるっていう状況っていう感じかな。じゃあ人のことじゃないの？マニアって言うとさ、人のことだと思わない？日本語だったら水風船マニアだったらめちゃめちゃ水風船に詳しい人のことだよね。アメリカのマニアだと人ではなくてこの状況のことを表してる。バナナマニアって言ったら、日本だったらいろんなバナナを食べて知ってる人だけど、アメリカだったらもう周りにここら中にバナナがいっぱいある、そういう状況。なんかちょっとこうね、ポップな感じの印象が受けられるんだよね。そうなんだ。メニアックとは裏腹に、メニアはなんかちょっとなんかタイトルっぽいというか、何々メニアってイベント名っぽいというか、名前っぽいというか、あれじゃん、トイストーリーマニアだね。そう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 、そういう感じ。トイストーリーマニアって最初ちょっと俺意味わかんなかったのよ。前もなんかちらっと話したことあるけど、トイストーリーマニアってなんだ？ディズニーシーかな、あーのアトラクションの一つでトイストーリーマニアっていうのがあって、なんかこう要はトイストーリーの世界でこうなんか銃撃ったりとか、なんかいろんなこういうアクティビティがあるやつなんだけど、まあ、トイストーリー好きな人だからな、我々だからそういうことなのかなと思ってたけど、そうじゃなくてトイストーリーに溢れてる世界ってことだね。そういうことです。なるほど。俺たちのことマニアって言ってるわけじゃなかった？違う違う、状態、状況のことを言ってる。でもそのマニアからなんでマニアックはそんな感じになっちゃうんだろうってちょっと不思議だよね。そうだね、ちょっとそれは私も分かんないな。マニアは違うとはいえ似てはいるじゃない。そんぐらいのこのズレはなんかまあ起きちゃうかなって思うけど、そっからなんかマニアックになった時、日本の方がなんか自然じゃない？うん、そうだね。どちらかというと。そうだね、そうだね。
散らかって見るみたいなニュアンスがあるのかもね、うん、今秩序が保たれてない的な感じなんだよね、うんうん、あマニアックですねみたいな、うんうんうん、それを言いたい時はなんて言うこれドンピシャなことはないないですないんだはいないんだけど、うんまあ、近い言葉は何個かあって、うん、じゃあ例えばカバンマニアだねみたいな、うん、だったら、うん、He's a backpack freak あとかフリークね、はいはい、backpack geek、うん、G-E-E-K、うん、geek とか、うん、nerd backpack nerd、うん、とか感じだなただ、うん、日本と違うのは、うん今3つどれもちょっとディスりなんだよね、うん、ちょっとバカにしてる感じが、うん、ニュアンスがあるからそこ日本とは違うな、うん、ギークってさちょっとなんかみたいな雰囲気ある、うん、そうあるあるあるなんか聞いたことある、うん、なんかガリデンとかそういうのをギークって訳したりするからもしディスりの取るのであれば、うん、もうね文章で言うしかなくて、うん、なんか You're really into backpacks into っていう風に使ったりとかするのが無難かな、うん、あすごいお好きなんですねって言ってるだけだよね、うん、そうそう日本の人が言うマニアックですねとかマニアなんですねっていうのはかなりこのフラット俺の感覚ではディスってはないと思うっていうののドンピシャの名詞はないんだよ残念ながらないっすそっかなくても生きていけるんだなくても生きていけるよそっかまあ I really love backpacks とかねI'm really into backpacks とか、うん、I'm quite good with my backpacks とか表現だったりとかセンテンスになるのねそう、うん、センテンスで説明する手段じゃないね手段しかないな全然喋れないよ良かれと思ってうわ詳しいんですね好きなんですねって意味で You're, a, ner- you're a technology freak とか言ったらもうディスリってしかないやめてた方がいいですね日本にもちょっとフリークぐらいは来てる感じしない何々フリークみたいなするするあれってさニュアンス的にはフラットな意味で使ってる感じしない日本ってあーそうだね自分は普通の人より詳しいってもちろんあるけどそのネガティブだとは思ってなくないまあ少なくとも俺の感覚では例えば俺は音楽フリークで、うん、みたいなそれってこう音楽めっちゃ好きな人でって言ってるぐらいに思ってるっていうか、うん、でも実際にフリークっていうのはフリーク一番そ3つの中でディスリーニュアンスなんか強くて、そうなんだ。キモ、そんな好きなの？キモみたいな。ありますね。それはないよね。それないない。フリークって誰かを英語でスラングでディスるとき、you asshole とかさ、うん、you face とかさ、うん、その部類で you freak って言えるから。あ、マジか。確かに聞いたことあるわ映画とかで。俺音楽フリークでもちょっとやっぱ語用に近いのかもね。もしかしたらその英語の意味ベースで考えると言っちゃいそうで怖いね。じゃあそうだね。ちょっとなんかいい感じで言おうとしてるぐらいの気持ちだ。ああ危ないです。音楽マニアねとかよりも音楽フリークでなんかちょっとこのちょっと。が入ったりとかちょっとこのおしゃれ全然国家じゃないそうそうおしゃれな言い方ぐらいなんか感じまあ日本国内ではなんかそのニュアンスあるかもしれないまあ日本国内ではいいよそうだねいいよだからまあアメリカでの話よアメリカで使うなって話だからうん日本だと、まあ、マニアみたいな感じでオタクもあるじゃん、うん漫画オタクでみたいな、うん、一昔前というか俺らが子供の頃はオタクってちょっとネガティブなイメージあったけど、うん、さ最近はそんなことなくねうん、もうみんな割と俺何々オタクでさとかも全然言えるし、うん、オタクっていう言葉自体にもそんなにネガティブな印象を持たないし、うん、ってなってきてるじゃない、うん、でオタクって結構さそのアメリカでもさ言うじゃないオタクって、はい、出てくるじゃない言葉として、うん、あれはどうなの、アメリカで言うオタクっていうのは、うん、アニメとか漫画が好きな人のことオタクっていうんだけどかだから日本で言うわ俺お味噌汁オタクなんだよねみたいなそんなやつやあまあ珍しい言うけどいると思うけど珍しいそういう使い方はできないはいまあお味噌汁味噌スープオタクですとでそう使えないですねオタクっていうのはもうアニメ漫画っていうふうにもう限定されちゃってるからとかその何キャリーパムパム的なそういうカルチャーとか言えてない言えてたわそれ今のはそうだからアメリカで言うオタクっていうのは日本のその独特の可愛いカルチャーとかアニメカルチャー漫画カルチャーのことに限定してるから、うん、なるほどそう日本の使い方はちょっと違うそうか、はい、じゃあオタクは世界共通語だって必ずしも言えないんだねそうだね日本人が持ってるオタクとは違う意味だねそう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 あなるほどそういうことですメイニアックって殺人じゃなくて他の犯罪でもなんか使えて、うん、性犯罪とか盗んじゃうみたいなそういう人もそのメイニアックとも言えるしそれって共通してるのはさ、うん、1回とかじゃなくってもういっぱいやっちゃうみたいなそうもうその行為にとらわれてる時ああなるほどだから何回もやっちゃうみたいななるほどなるほど、はい、バイオハザードで出てくる
あの悪者たち、うん、その主人公を襲ってくる、うん、あれも全員マニアックって言える。ゾンビってこと？ゾンビとかさ、うん、チェーンソーを持って追いかけてくるとかさ、はい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 、全員マニアック、もう変、もうおかしいじゃん、うん、あれも全員マニアックって呼べる感じだね。はははまあ、それが殺人っぽいイメージにも結びつくのもあるし、うん、なんか他のことでも狂っちゃってたらそう、なんか殺人のみならず犯罪もならず、うん、ストーカーとかもメイニアクっていうポジションになれるね。謎の写真をずっと送り続けるみたいな、それはもうメイニアクだね。怖いから、うん、それの行為が、うんうん、でそれ気をつけなきゃいけないのは、日本語の感覚で言うとその異常者がいい意味っぽい感じで使われることは、うんうんうん、があるけど、そうはならないってことだよね。もうね、悪い意味でしかないから、はいはいはい、そこも気をつけましょうということです。まあ、マニアックっていうね、あの、はい、気をつけましょうっていう、はい、動画でございましたね。結構意識しないとちょっとできないというかね、うんうん、とっさに出ちゃうみたいなことはあって、うん、それでなんかトラブルになったりしたら、うん、危ないからね。大事かもしれない、これ結構確かに。ね、意外と、うんうんうん、気をつけて私も行きたいと思います。気をつけましょうね、はい。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。山ちゃんマニアックだなと思ったとしてどっちの意味で言ってんの。いやいや、どっちっていうことじゃなくてね、うん、そう、普通にあのメニアック、うん、普通英語で言ってんじゃん。いや、俺だってアメリカで育ってるからそうなっちゃうときあるね。もう英語で言ったじゃん。これマニアック。